はい、2013年新製品、まずはノイジールアーですね。これは、まあ、トップウォーターです。で投げてただ巻くとこうクロールスで泳いでくるっていうルアーなんですけど、まあ、今までもそういうルアーあったんですけれども、そういうルアーってやっぱりどうしてもこれだけパーツがついてると、あの飛距離ってあんまり出ないんですよ。それをこのルアーは重心移動入れて飛距離がかなり出るようになってます。であと、まあ、特徴的なのがこの後ろのこのヒートンがね、こう動く、これによってこの後ろのプロペラですよね、これが常にこうボディーロールするんですけど、お尻振って泳ぐんですけど、常にこの水を受ける位置に動いてくれて、安定してこう回ってくれて、まあ、ボディーと干渉してやっぱり独特なサウンドを出してくれる。であと、まあ、リアフックにかかったバス、よくトップウォーターとかこうリアフック1本かかっててこう跳ねたりすると外れちゃうんですけど、この可動式によってその外れるっていうのがかなりあの少なくなってます。で使うシチュエーションなんですけれども、まあ、例えばシャローフラットで沈み物があったり、あと、まあ、ウィードパッチとか生えてるところに遠投して、まあ、ただ巻くだけで、魚を広範囲から呼び寄せてこう、まあ、ラトルもかなり入ってるんで、とにかく音がすごいんですよ。まあ、泳ぐとポコポコも言いますし、ジャラジャラも言いますので、音と波動で寄せて、まあ、食わせるっていう感じなんで、魚が上ずってる時はかなり効果的です。で自分的には浮くバズベイトっていう感覚で使うんで、とにかく投げて巻いて、まあ、もちろんオーバーハンドしたとか自重がもう 20g 以上あるんで、まあ、簡単に投げ込めるんで、力まなくても簡単に投げ込めるんで、オーバーハンド下を狙ったりとか、とにかくどんなシチュエーションでも魚が浮いてる時には効果を発揮するルアーなんで、ぜひとも楽しみにしてください。